どうも、こんばんは、エヌムです。今回は東京グールリインボーク、2週間の占領戦期間お疲れ様でした。メンテナンスが終わりまして、プレミアムガシャに新しいキャラクター2体同時に追加されています。三枚刃のミザと大暴れな前線ナキですね。ナキとミザ両方来たんで、早速ですね10連の方を引いていきたいんですが、その前にですね、詳細の方を見ていきましょう。ナキかなりですね、アルインのナキなんでめちゃめちゃかっこよいんですけども、流血の迫撃 GS、流血状態のキャラクターのダメージが2倍になる。 GS ってあったか。これさ、オールが流血の迫撃、確かね、これダブル S マイナスだったのかな。 1.8 倍だったような気がするんだよな。 GS、体力アップ A、 体力が2000アップする。で、攻撃力 A 400アップ、対象付与数麻痺状態のターン数プラス3ターン延長ってことは、こいつのスキルがあれかな、麻痺不要系のスキルなのかな。豪属性から、キャラクターから受けるダメージを 20% カットで、こいつ草属性なんで、まあ火が弱点なんだけど、まあそこもちょっとカバーしてるよっていう感じですね。攻撃力1200と、まあまあ高いと。ああ、武器耐久値ないかと思ったら12もあるんだ。ただアタックポイントが6と。スキル、こういうのは先手失笑、レベル5。敵の手 1.7 の5連ダメージ、倍率高いですね。敵単体の武器耐久値をマイナス5、3ターンの間、敵単体を麻痺状態にする。なるほどね。まあまあ、プレミアムキャラの性能。最近あれだね、武器耐久値、まあ、マイナス5あれば十分、どうなんだろう。まあまあまあ、普通かなっていうぐらいだと思うんで。まだそんなね、バカみたいに武器耐久値高いやつは、いないからさ。月1で追加されるフェス限がなんか最近マイナス10とかになってきたけど、まあちょっと過剰かなって思ったりもしますね。次ミザですね。3枚刃、麻痺状態のキャラクターのダメージが 1.8 倍になる。麻痺の迫撃トリプル S マイナスということで、ナキね、あ、ナキのスキルと一緒に、こいつを使いなさいよと。で、火力を出しなさいよということですね。攻撃力500アップの S プラス、AP が3プラス。流血得意 A、対象付与する流血のターン数を3ターン。あ、こいつも結局、ナキへの、ナキの火力アップ要因が、互いに火力アップさせましょうねということですね。ご属性キャラクターのダメージが 1.3 倍になる。なるほど。ナキを攻撃してくるやつをこいつでしばきましょうということですね。まあ互いに互いをカバーし合っていると、いうことですね。まあセットで使って、まあ、結構ロマンがある編成にできるんじゃないでしょうか。原作再現ですね。まあぜひとも引きたいんですけども、欲しいんで、まあキャラ的にはすごい欲しいんですよね。なんて言うんだろう、まあこういう系のゲームの楽しみ方っていうのは本当に好きなキャラ使って、叩くみたいな、まあ、性能で叩くのもいいんですけど、まあ、原作とかを再現しつつね、キャラで楽しく遊びましょうっていう遊び方が一番楽しいんじゃないかなと思うんで引きたいんですけど、まあ、いかんせんね、石がね限りがあるんでね、まあ、ショップで今石整理やってるんで、まあ、引いてもいいんですけど、ちょっとこの後戦いがあると思うんで、まあ、ただね、このゲーム誕生日のキャラがめちゃくちゃ強いってわけじゃないじゃん。まあ、そこがいいところだと俺は思ってるんだけど、あの誕生日のキャラでめちゃめちゃぶっ壊れを出すっていう方針じゃないと思うんで、あんまりこのゲームは、まあそこはかなりいいゲームだとは、いい、あ、なんて言うんだろうな、あのコンセプトっていうかやり方だとは僕は思ってるんでね、とりあえず今回も10連引いて、12月の戦い、一応戦いはするんだけど、まあ、去年もね、妥協はしたんで、アリマ引いてないんでね、去年結局引くわーっつって、いっかなーと思ってなんか引かなかったっていう。まあでも本命の金木はね、最後の最後で引けてたんで、去年いきます。まあこんなもんだよ、まあこんなもんだよ。今年誕生日何が来るかなって予想した時に、まあメインストーリー、メインのストーリー沿って行ってるから、フェスがね、多分月1回のフェスが、今まあまだ東京グールあるいアニメのね、1期の方の沿って順番に出していってるんだとはまあ思うけども、まあフェスでストーリー沿って出していくなら、まあ、スペシャルガシャはまあ例外でね、
配信とか、あ、スペシャルガシャじゃねえのか、誕生日ガシャか。あ、誕生日ガシャならどうなるんだろうな。ちょっとあんま予想が立てれねえけど、ハイセみたいに先に飛ばして出すぜみたいな、死神みたいに、それはスペシャルガシャの役目だとしたら、もしかしたらあれだね、過去のやつが出てくるかもね。あの RE じゃなくて無印ルート A とかの金木がフェス券で出てきたりするかもしれない。というわけで、まあ予想ばっかしてても仕方ないんでね、おとなしく12月20日を待ちましょう。はい、ということでですね、お疲れ様でした。ここから1週間休憩して、また10月、10月何日だ ?3 日、4日ぐらいからまた占領戦始まりますけど、頑張りましょう。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。今週もイラストが届いております。どうぞ。